なぜ三好長慶は不死身の武将として語り継がれるのでしょうか。その起源は戦国時代へと遡ります。三好長慶は数々の戦いで死をものともせず、敵はとその勇猛さからまるで不死身であるかのように逃げたと言われています。彼の生涯には数々の逸話が残されており、それが伝説として人々の間で広まりました。しかし伝説が伝えられる過程で実際の事実とは異なる部分も生まれてきました。不死身のイメージは彼の戦略的な才能やリーダーシップを象徴するものとも言えるのです。三好長慶の伝説を今に伝えることで、我々は戦国時代の武将の生き様とその時代の人々が抱いた英雄感を知ることができます。